ハルビン地下鉄は、中華人民共和国国流行省ハルビン市にて、ハルビン地鉄集団有限工事が運営する地下鉄である。2005年に建設工事が開始され、2013年9月26日に1号線の高東駅高南駅間 17.7km が、2017年1月26日に3号線一気区間として、 白郷路駅春便西谷駅第2営駅間の5駅が開業した。計画全体は1路線3 4 0トルに及ぶが現在1号線延新区間、2号線、3号線2区,区間を建設している。1号線2005年12月5日に着工。2009年冬に開催されたユニバーシアードに間に合わせるべく2008年の竣工を予定していたが、 2013年9月26日に、ハルビン東丹駅、ハルビン南丹駅間 17.7km が開通した。2019年にはさらに、ハルビン南丹駅から新境対外駅へ延伸開業。さらにはハルビン東丹駅から東加口路駅への延伸計画がある。3号線以外にイン駅、ハルビン西丹。 駅マイナス情報路駅太平橋駅伊大二院駅間 37.6km を結ぶ予定の環状線。伊大二院駅で1号線と春便にしたん駅で高速鉄道と接続する。伊大二院駅春便にしたん駅マイナス情報路駅間が2017年1月26日に先行開業した。全線開業は2022年の予定である。 2号線江北大学城駅気象台駅間2 8 6トルを結ぶ。途中の博物館駅で1号線と、ハルビン北谷駅及び、ハルビンパン駅で中国国鉄と接続する。2021年末頃に開業予定。4号線舞砂駅、掛川駅5号線南近道駅東33、道外、駅6号線軍力新区道外下口路7号線。 平方南から、江南新城8号線、松浦コランク9号線太平国際機場駅、ハルビン西端駅市街地から約30キロメートル南西に、あるハルビン太平国際空港と高速鉄道が発着する、ハルビン西端駅を結ぶ路線である。1 0号線信号外のベガー大街。ありがとうございます。